はい、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、12月24日の日曜日、中山競馬場で行われる有馬記念の本命と買い目の紹介をしたいと思います。はい、とうとうね、来ましたね、有馬記念。まだね、ホープフルセックス残ってるんですけども、やっぱりね、1年最後の締めくくりといえばこのレースっていうのがね、やっぱ結構常識でもないけど、まあ昔からの人は思うんじゃないかなと思っております。まあこう当ててね、いいお正月を迎えたいと思う人は結構いると思うんですけれども、まあ実際僕もそうですまあやっぱ終わり良ければ全てよしじゃないですけどもね、まあここ当てて、すっきりと2024年に迎えればなれればいいなと思っております。しばらくちょっとね、馬券がやっぱ当たってないっていうのも、まあちょっとね、3週連続ね、人気薄の馬をね、本命に上げてたっていうのもあったのでね、ちょっとなかなか馬券の方にはね、引っかからなかったんですけどもね、まあ、最後の有馬記念しっかり的中できればいいなと思っております。まあそんな感じで、私有馬記念、本命はこういうこの馬にさせていただきました。はい、1枠1番ソウルオリエンスさせていただきました。ソウルオリエンスです。はい、まあやっぱ有馬記念といえばね、まあ、外枠が嫌われている傾向があると思うんですけれども、まずソウルオリエンスに関してはね、皐月賞と同枠の1番枠に入ったっていうのがやっぱ強いかなと思っているのと、まあ後で、言うと思うんですけど、まあ、川崎衆に乗り換わるっていうのがね、やっぱりちょっとね、強いかなと思っております。まあ、皐月賞みたいなね、荒削りの競馬はちょっとしないんじゃないかなとは思います。で、まあ、前走の菊花賞が3着だったんですけども、この菊花賞に関してはね、距離がね、若干長かったと思うんですけども、それでも3着にしたってことはやっぱりね、能力が高いのかなと思ってまして、その範囲は度外視してもいいのかな、マイナスにはならないのかなとは思っております。で、まあ先ほども言いましたけどね、川崎衆に乗り換わるんですけれども、乗り換わったことによってね、荒削りなレースにならないんじゃないかなと思っております。もしかしたら中段で、折り合いつけて、最後の直線うまく抜け出してくるというね、大人びたレースをね、川崎氏がエスコートするんじゃないかなとは思っております。あまりね、ごちゃっとしちゃうとね、後ろの方にいる馬はちょっと厳しいのかなと思っちゃうので、もしかしたらちょっと前、中段よりちょっと前とかでの競馬っていうのを試みるんじゃないかなと思っております。まあそんな感じでね、有馬記念のまあちゃっと、まあね、動画でね発表させていただきましたけども、まあ有馬記念もね当てたいなと思ってますので、ちょっと今回はね広めにお勧めさせていただきたいと思います。こんな感じでどうでしょうか。まあちょっとね、でかい方はね、まあ、人気どころになるんですけども、まあ、2枠目4番のタイトルホルダー、3枠5番のドーデュース、5枠10番のジャスティンパレスで、スターズオンアースがね、今ちょっとまだそんな人気はないんですけども、逆にね、この人気ないくなった時のスターズオンアースの方が面白いのかなと思っております。で、穴でね、2番の1枠2番のシャフリアール、これねちょっと面白いなと思っています。全く人気はないので、ね、これ来たら結構熱いなと思っております。で、7枠13番の、タスティエラと8枠15番のスルセブンチーズも、まあ、一応サイでね、購入できたらいいなと思ってます。まあこんな感じで、あとはね、日曜日どんな馬券を買うのかちょっとね、これから検討はしたいとは思いますけども、まあ多分生まれんワイドで勝負するのかなと思っております。まあこんな感じで、私は1枠1番ソウルオリエンス本命させていただきました。はい、ということでね、40代独身男の馬券勝負、12月24日の日曜日、中山競馬場で行われる有馬記念の本命と買い目の発表をさせていただきました。こんな感じで僕は競馬に関することをメインで動画を上げさせていただきまして、競馬の盛り上げの一助になればいいなとは思っております。結構ね、人気薄から変わってる、おすすめする傾向が強いんですけども、まあ、今回ソウルオリエンスはね、金曜日の時点では4番人気なので、まあ、ここからねどうなるか分かりませんけどもね、まあ、久々にちょっと人気どころを本命にさせていただきましたのでね、まあ、これ多分当たると思います
まあで競馬動画もしね検索してて、この動画を、ね、見つけてね、ここまで見てくれた皆様ありがとうございます。まあ、よかったらチャンネル登録と高評価、チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上させていただきます。最後までご視聴の方ありがとうございました。次は、ね、日曜日、レース開講の動画を上げさせていただきたいと思います。ね、最後ね、当たったらこのホープフルセックスに全通するのか楽しみにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。